バントゥースタンのオハイイロは南アフリカ本土、ウソハイイロは南アフリカ領南西アフリカバントゥースタンとは、かつて南アフリカ共和国に存在した自治区及び独立国。南アフリカ政府によってホームランドと呼ばれた。もともとホームランド制度は白人が黒人から土地を奪うために始められた。 南アフリカ連邦が1910年に成立すると、1913年には原住民土地法が制定され、黒人の所有できる土地は全土のわずか13%にとどまった。1948年にアパルトヘイトが法制として確立され、1951年のバントル統治機構法で黒人を南アフリカが制定した部族に分類し、居留地を 各部族ごとにはリフリ、黒人による行政機関である地域統治機構を設置。1954年には、各民族の個別的発展という政策が掲げられ、白人と黒人の居住地を分離させる方向性が定まった。アパルトヘイトの建設者と言われる、南アフリカ共和国首相、ヘンドリック・フルールとは、国際社会の非難を交わすために1959年に、 バントゥ自治促進法を制定し、南アフリカを白人地域と黒人地域に2分し、黒人地域に関しては10の主要集団ごとにバントゥスタンを創設した。フルールとの路線を継承したバルタザール・フォルスター首相のもと、1970年のバントゥホームランド市民権法により、すべてのアフリカ人がいずれかのホームランドの市民とされた。そして各 バントゥースタンに、初めの段階で、一定限度の自治を与え、ついで独立させた。黒人を、部族ごとに作ったホームブランドに所属させ、それぞれのホームブランドを独立させれば、南アフリカで働く。黒人労働者は、外国人労働者となることから、労働者としての権限を制限してもよいという、からくりになっていた。1976年に、 トランス会が独立したのをはじめとして1981年までに、ボプタツワナ、ベンダ、シス会がこれに続いた。南アフリカ政府による公式名称は、リザーブ、バントゥースタン、バントゥホームランド、黒人国家、黒人民族国家、民族国家などと変遷するが、国連は独立不承認を決議し、t b v c 諸国と呼ばれた。南アフリカ政府のほかに、 独立を承認した国家はなかったが、イスラエルは1982年にシスカイ貿易代表部を1985年にポブタツワナ代表部の設置を認めるなど一定の外交関係にあった。デベレ、レボワ、ガザンクル、カングワネ、クワクワ、クワズールーは自治領とされた。アフリカ人を生まれた土地、部族から引き離し、 政府の基準による民族単位に再編成するこの制度は当初から国内外の批判にさらされた。当人の意思に関わらず住まわせる場所をホームランドイコール国と呼ばせるのは欺まんであるとの立場からカッコ付きで使ったり軽蔑と刃を込めた用語であるバントゥースタンが使われることが多い。また黒人もホームランドが独立すれば南アフリカの国籍や 市民権を失ってしまうことから激しく反発し、独立を拒否するホームランドも相次いだ。南アフリカの黒人意識運動の活動家、スティーブ・ビコは1970年代に書いた文章で次の事実を指摘した。バントゥースタンとして指定されている地域は、この国で最も開発されておらず、農耕にも牧畜にも適していない土地であること。海に面しているバントゥスタンもなく、 鉱産物の権利は南アフリカ政府が厳格に保有している。バントゥースタンに認められる実行予算が極めて低く抑えられている。すべてのバントゥースタンにおける産業の管理と成長はバントゥー投資公社に握られている。この金融機関はバントゥースタンの経済活性化のための非営利的な組織だとされているが、野心的なアフリカ人商人や実業家を搾取している。 という評判がある。バントゥースタン協会地域で急成長している産業は、政府の補助金を受けて生産物は課税を免れているのにもかかわらず、これらの工場では都市部で支払われる賃金の約3分の1という低賃金しか支払われていない。そして産業協議会の合意が効力を持つ地理的範囲からも外れているため、バントゥースタンからで稼ぎに来るアフリカ人労働者は、 労働組合を組織することさえできず雇用者のされるままになっていること。微行は結論として、バントゥースタンは白人の政治家がこれまでに考案した単一の詐欺行為としては最大のものであると断言した。バントゥースタンの国民議会の議席の多くは指名議席であり、その財政の40から80%を政府からの援助に依存していた。 1959年の段階で、理論上の国民の半分近くが白人地域に住んでおり、1960年から1983年の間に様々な法律によって白人地域から強制移住させられた人々の数は350万人に上る。各バントゥースタンは独自の治安法を持ち、そこの指導者はアパルトヘイト国家の直接の弾圧者、 黒人の利害を裏切ったアンクルトムとして広く黒人大衆の怒りを買っていた。それとは対照的に政府役人の汚職が蔓延していたトランス会で1988年に無血クーデターにより政権を取ったバントゥホロミサ将軍はアフリカ民族会議の国内での活動を認めるなどして大きな支持を得た。1994年暫定憲法の発行によって 独立していたバントゥースタンは南アフリカに再統合された。中には独立の維持を望み統合に反対する動きもあり、ボプタツワナでアパルトヘイト維持を掲げる団体アフリカーナー抵抗運動と連動し行動を起こすなどの試みも行われたが、その直前ボプタツワナ、シスカイ、レボアの親アパルトヘイト派政府は公務員ストなどによって劇的な崩壊を遂げた。 南アフリカと南西アフリカにおけるホームランド地図南アフリカ領南西アフリカは実質的な南アフリカ共和国領であったため同様の政策が行われた。1989年にすべてのバントゥースタンが消滅した。ありがとうございます。